トリケラトプスの作り方。使用するバルーンはこちら。260緑を50センチほど膨らませます。350緑を30センチほど膨らませ、連結します。5センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。両方の風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側でひねり合わせます。350緑で7センチのバブル。絞りひねり。7センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。両方の風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側の絞りひねりに絡めます。350緑で7センチのバブルを作り、残りはしぼませます。160緑を40センチほど膨らませます。指定した箇所に取り付けます。3センチのバブル。4センチのバブル。絞りひねりを2つ。風船の口巻きを絞りひねりに絡めます。8センチのバブルを作り、残りはしぼませます。260緑を70センチほど膨らませ、160緑と結び合わせます。もう一方の260緑で 2.5 センチのバブルを作り、ひねり合わせます。260緑で4センチのバブル。絞りひねりを一つ。8センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。
8センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。3センチのバブルを4つ作り、指定した絞りひねりに絡めます。3センチのバブルを4つ作り、元の絞りひねりに絡めます。残りはしぼませます。5インチラウンド緑を膨らませ、指定した絞りひねりに絡めます。260緑を70センチほど膨らませ、360緑の先端に接続します。もう一方の260緑で3センチのバブル、絞りひねり、10センチのバブル、絞りひねり、4センチのバブルを作り、指定した箇所に絡めます。4センチのバブル、絞りひねり、10センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。15センチのバブル、絞りひねり、10センチのバブル、絞りひねり、4センチのバブル。もう一方の風船で15センチのバブルを作り、ひねり合わせます。
絞りひねり。4センチのバブル。絞りひねり。10センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。指定した260緑を絞ませます。15センチのバブルを作り、残りはしぼませます。風船に曲げ癖をつけます。2つのバブルの間に挟みます。足を作りましょう。260緑を膨らませます。4センチのバブルを作ります。絞りひねり。大きめの絞りひねりを作り、残りはしぼませます。これを計4つ作り、体に取り付けます。角を作りましょう。160白を膨らませます。7センチのバブルを作り、残りはしぼませます。これをもう一つ作り、頭部に取り付けます。
160白を膨らませます。4センチのバブルを作り、残りはしぼませます。指定した絞りひねりに取り付けます。目を作ります。160黒を2センチほど膨らませます。両端を結び、球形にします。これをもう一つ作り、頭部に取り付けます。これで完成です。お疲れ様でした。